プレイ画面、スーパーヘキサゴンは、アイルランドのデベロッパーであるテディー・カバナーによって制作されたインディーゲーム。楽曲は、ニーブ・ヒューストン。2012年8月31日に、iOS の Apple Store でリリースされ、3ヶ月後の11月27日に、Microsoft Windows OS X でリリースされた。Android、版は2013年1月19日にリリースされ、 ブラックベリー10版やリナックス版は同年2月にリリースされた。三角形を操作して次々に迫ってくる五角形や六角形の一辺一辺から伸びているレール上を走ってくる壁を避けることが目標。壁に衝突するとゲームオーバー。モードは3種、口述するハイパーモードを含めると最大で6つある。迫ってくる壁は基本的にはランダムだが、角。 モードごとのパターンによって短く区切られている。各モードでは壁に接触せずプレイし続けた規定時間ごとに、ポイントから10秒、ラインから20秒、トライアングルから30秒、スクエアから45秒、ペンタゴンから60秒、ヘキサゴンというレベルが設定され、時間経過によってレベルが上がると、画面の回転や壁の出現感覚が少しずつ早まっていく。 最高レベルのヘキサゴンに到達するとそのモードはクリアとなり対応するハイパーモードがアンロックされる。それぞれのハイパーモードのレベルポイントは元モードのレベルヘキサゴンに相当する。ヘクサゲニストハイパーモードをクリアするとエンディング。音楽はニーブ・ヒューストンによってチップチューンで作成されている。マーチン・ドビンソン、アップ・オブ・ザ・デー、スーパー・ヘキサゴン。 ユーロゲイマー、2012年9月11日閲覧。コンレアットチンマーマン、スーパーヘキサゴンナウ、オンスティーム。ディストラドイド、2012年11月27日、閲覧。スーパーヘキサゴンアウト、オンアンドロイド。2013年4月8日閲覧。スーパーヘキサゴンナウアベイラブルフォーブラックベリー10。2013年4月3日閲覧。アップストアベストオブ2012。 2013年1月27日閲覧。2013インディペンデントゲームズフェスティバルアンウンセスメインコンペティションファイナリスツ。2013年1月27日閲覧。ありがとうございます。